石垣山一夜城から望む小田原城、石垣山城は神奈川県小田原市早川にあった尋常跡である。石垣山一夜城、または太閤一夜城とも呼ばれている。豊臣秀吉が天正18年の小田原征伐の際に小田原城の西 3km にある笠掛山の山頂に構築した。豊臣秀吉は北条氏の本拠であった、 小田原城を攻略するために、大軍を動員して包囲中であったが、小田原城を見下ろす山城にしろを、構築中は、小田原城から見えないように気づき、完成後に、周囲の木を伐採したため、北条氏側にまるで一世にして築城されたかのように、見せて驚かせ、戦闘意欲を失わせる効果を果たした、とする話が残る。数代城の名もこれに由来する。 石垣や矢倉を備えた本格的な金星城郭であり、関東で最初に作られた総石垣の城であったとされる。約3から4万人を動員し、4月から6月下旬までの80日で構築された。6月初頭に小田原の秀吉の陣にへ、道の区国の大名の伊達政宗が出頭した際は、未だ完成途上であったが、 同地にいた豊臣政権中枢に近しかった茶人で商人の仙。利休が茶人大名の古田織部に当てた同月20日付の書状には今月中に出来上がるという趣旨のことが記されており、6月26日に完成したとされている。およそ10日後の7月5日、北条氏直は小田原城を出て幸福を申し出ている。秀吉はこの城で茶会を開いたり、 天皇の直死を迎えた。当時、天守があったかは不明であるが、天守台跡はある。関東大震災で石垣に被害を受けたが、井戸ぐるわの石垣は地震に耐えて、現在もよく残っている。この城の縄張りを行ったものについて、城郭研究者の外川厚などは、長方形の核や堀などがこの後に秀吉の命で築かれた、非全国の名古屋城に非常に似ていることから、 同じ担当者すなわち、黒田浄水であったと推測している。1959年に国の史跡に指定され、現在は石垣山市夜城歴史公園として整備されている。秀吉が伊達政宗と越見した際、政宗に刀を預けて、丸腰のまま人所を案内したとされる公団。秀吉が徳川家康に対し、関東違法を伝えたとされる公説、 関東の連れ商弁、どちらも舞台はこの城である。城跡は前述の通り石垣山市夜城、歴史公園となっている。ありがとうございます。